ただいまより黒岩レイ岩崎冬香両名の者の結婚式を行います。あなたは神からの、あなたは神からの最高の贈り物です。最高の贈り物です。生涯あなたを愛し、生涯あなたを愛し、大切にし、大切にし、守ることを誓います。守ることを誓います。あなたは神からの、あなたは神からの最高の贈り物です。最高の贈り物です。生涯あなたを愛し、生涯あなたを愛し、大切にし、大切にし、尊敬することを誓います。尊敬することを誓います。はい、聖書には人が望むものは人の変わらぬ愛であると書かれています。この人は自分が年を取っても仕事を失っても間違いを犯しても何が起こっても変わらず自分を愛し続けてくれるという確信が私たちはそれぞれ欲しいのです。そしてお二人はこのことを神と人の前で約束しました。お二人が結婚したのはお二人がそれをただ望んだというだけでなく、お二人を作られた神様が結婚することをあらかじめ計画してくださっていた、このことも神様の前に告白をしました。そしてご列席の皆様はこの二人が約束をした言葉をしかと聞きました。ですから今度この二人に会った時にはぜひこう聞いてください。あなたは奥さんを愛していますか？あなたは夫を愛していますか？これがお互い自分の言葉に責任を持つという意味です。お二人は今日のこの結婚式をただ単なる儀式に終わらせないようにしましょう。本日はお忙しい中私たちのためにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日はたくさん美味しいご飯もあるので楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも仲良しでいてください。それでは乾杯。乾杯。乾杯。
ありがとうございます。お姉さんの見せ肩もザ回しちゃってちょっとこうね、やっぱ小顔効果じゃないですか。はい、チーズ。ただそれだけです。どうかこれからもよろしくお願いします。ママ、今日は私たちの結婚式に来てくれてありがとう。産んでくれて、今まで大切に育ててくれて本当にありがとう。はい、今日はバージンロードを一緒に歩いてくれてありがとう。それから2人で力を合わせて今度は乗り越えていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。これからですね、明るく笑顔あふれる家を作っていきたいと思ってます。未熟な2人ではございますが、今後ももう一度ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。